Thank you.
ります。これやばい、やばいやばい。プロ11年目の2月を迎えていますが、どうですか、ここまでの調整過程というのは、ご自身でどのように現状を振り返りますか。まあ、自分なりに順調です。今日から、まあ、改めて1軍宜野座に帰ってきたということになりますが、2軍ではこうどのようなことを意識してこれまで調整してこられましたか。コンディションに気をつけながら、それを最優先に状態を上げていけるように、はい、やってました。まあ、改めてこの宜野座にやっていて、チームメイトと、まあ、改めてという形になりますが、顔を合わせてなんかこう気持ちの上でもまた盛り上がることというのは何かありましたか。でまた、まあ、場所も変わって雰囲気も変わって、うん、まあ、引き締まる感じはまたありますけど。しかし、あの牛川の方でも第一クールから結構こう精力的にブルペンに入られたりっていうこともありましたが、特にハイペースっていう感じでもないですか。どうですか。どうでしょう、うん、まあ、ハイペースってことはないと思います、はい。あの岡田監督も、ね、ゆっくりでええのにみんなすごく投げてるんだよというふうにこっちでお話されてましたが、はい、そのブルペンの回数等々を含めて体の状態はここまで万全ということでしょうか。まあ、あの投げれてるってことはいい状態だと思うので、はい、まあ、問題ないと思います。2軍では若いピッチャーがたくさんいたと思いますけれども、まあ、ルーキー含めましてなんかこう質問攻めにあったりなんていうことはあったりしました。まあまあ、攻めとはまではいかないですけど、まあ、そういった時もあったり、はい、しましたけど、まあ、こっちから、ね、言うこともありましたので。どんなことを言ったのかっていうのはなかなか。いやいや、まあ、そんなあれですけど、まあ、キャッチボールとかして気になったことあったら言ったりだとか、まあ、それぐらいです。今日も一軍に、まあ、上がってきて、第4クール初日ですけれども、早速ブルペンに入られてました。大体60球ぐらいと見受けましたけれども、今日のボールの質の仕上がりどんな感じに受け止めてますか。まあ、特に普通かなと、はい、2月の中頃っていう感じです、はい。これもちょっとざっくりとした聞き方になってしまいますが、11年目もう本当にあの責任感もあると思いますが、今年のキャンプよりこういうところを良くしていこうみたいなテーマめいたものテーマのようなものっていうのはあるんですか。コンディションです。コンディショニングをしっかりと、はい、そういう意味で言うと、まあ、優勝があってさまざまなイベント等もあって、
ひときわ短いオフでもありましたが、まず疲労を抜くっていうのも大事な作業だったと思いますが、そのあたり、はい、コンディションというお話もありましたが、そのあたりはどうでしょうか。はい、問題ないです、はい。まあ、ブルペンでリーダーとしても、まあ、本当にそのブルペンで試合を勝っていくんだっていう気持ちも今年も同様だと思います。そのあたりのチーム投手陣としての目標っていうのはどういうところになってきますか。まあ、自分だけ頑張っても勝てないですし、まあね、他のピッチャーみんなでこう高め合っていかないと、いいチームにならないと思うので、はい、そこはまた、はい、みんなで頑張っていきたいと思います。改めて今シーズンの、まあ、チームの目標っていうのをファンの皆様も聞きたいと思います。チームの目標、個人の目標いかがでしょう。優勝って言っていいんですか。今年はなんて言ってるんですか。優勝でいいんですか。はい、です。